アリシアでボルボンパルマやブスブルボロレナはカラブリア系両シチリア王家家長、スペイン王子アルフォンソの日。イタリア語名はアリーチェリボルボーネパルマ。アリシアの紋章ボルボーネパルマイエイエ町の接生エリアの四女としてウィーンに生まれる。母はオーストリア大公フリードリヒの次女マリアアンナ。1936年に 同地で、またいとこにあたり丘陵シチリア王族である、スペイン王子及び、カラブリア公アルフォンソと結婚した。2017年に病没。アルフォンソとの間に一男二条を設けた。ナバラ王国の伝統的な王位継承法に従えば、1994年に、ジシマリア・フランチェスカが死去して以降、ナバラ王位請求権を有するのは、アリシアであった。このことは、 カラブリア系両シチリア王家の公式サイト内において言及されている。ジャコバイト王位請求権者であったモデナ皇妃、マリア・ベアトリーチェの祝鉄婚を教会法違反として問題視する一派は、その子孫を王位請求権者から除外し、マリア・ベアトリーチェの妹マリア・テレーザの最長子系の子孫であるアリシアを、現在のジャコバイト王位請求権者アリスとみなしている。ただし、 マリア・ベアトリーチェの結婚は、教皇ピウス7世から友好の認可を得ているため、アリシアをジャコバイト多い請求者とする考えはごく少数にとどまっている。ありがとうございます。